どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ということで今日の動画はですね、皆さんお待ちかねの刑事チャンネルのね、一人漫談を2時間聞き続けようっていう、そういう動画になっております。さあ行きましょう。違うって分かってますよ。今日の動画はですね、ゲーム週間売上ランキングのランキングを見てみんなでワイワイするっていうね、そんな感じのね、ほのぼのとした癒し系動画となっております。ゲームのランキングを見る前に、刑事チャンネル的どうでもいいランキングを見て、みんなで早くゲームのランキング行こうぜ、そっちの話題しようぜでもやきもきするコーナーです。皆さんからお題をいただいておりまして、そちらの中から、刑事チャンネル的どうでもいいランキングをやっております。今日のお題はこちら、コメントサンキュー。なんかちょっとだけ時期まだ早いかなっていう気がするんで、やっぱ夏やりたいところはあるんだけど、これでもね、ボケ放題いいお題だなと思いまして、やってみました。今日はですね、渋谷の墓地にたむろしているお岩さん2万人に聞いてまいりました。こんな心霊スポットは嫌だ。第3位、スポットになりすぎて栄えてきた。売店とか出ちゃったりしてる中で売っちゃったりしてね、いや今日もこんなに儲かっちゃってね、これね、心霊スポットたまんねえなーなんつって、これバカ野郎っつってこれね、これはあ。第2位、心霊スポット兼ナンパスポットでもある。人知れず若い男女が集まるところってなんか、おのずとそういう感じになっちゃうからね、お姉さん一緒にちょっとさ遊ばないなんつってね、あら私こんな顔してるけどいいなって口先音が出てきちゃったりなんかして、ギャーと思ったけどね、まあいいかっつって一緒にお茶飲みに行っちゃってからね、お化けでも構わねえよっつってバカ野郎っつってこれ。第1位、写真を撮ると必ず写り込む隠れミッキーが。写ってるなんてこれね、何写ってるのってこれね、丸3つでね、隠れミッキーでハハッつってこれね、もうはい、というわけで、どうでもいいランキングの時間はここまでということです。どうでもいいランキングは皆様からのお題で成り立っております。ぜひですね、こんなお題でやってほしいっていうものがあったらどしどし書き込んでください。今週のゲーム売上ランキング期間はですね、3月18日から3月24日までとの1週間という形になっております。さあ、この期間はですね、まず僕も大注目だった、セキロ、だんだんね板についてきたよ。セキロってね、もともと言い癖があった、言っちゃう癖があったんだけど、今セキロってね言えるようになってきたね。これというのもね、ゲームの中でね、天狗の面かっつけたで、ね、おじいちゃんがね、セキロよとかって言うから、もう耳でセキロって聞き慣れちゃってね、天狗の面で思い出したんだけど、なんか昔 AV ビデオで男優がこう天狗の面つけてさ、ことをしてたんでさ、最終的にその天狗の面を女優につけてみたいなそんなのあってさ、これどこで抜きどころあるねんとかって思った、そんな記憶は。これどうでもいい話しだしたと思ったね。ゲームの売り上げランキングに戻るんだけど、セキロが発売された週でもあると。でね、僕セキロばっかりにちょっとね、注目いってて、他にもいろんな注目作があったんだよね。ちょっとスーパーロボット大戦 T だよね、っていうのがあるのと、あとチョコボの不思議なダンジョンとかも出たりするし、あとアトリエシリーズの新作が出るとかっていうのもあったりで、結構新作が多かったりするなっていう週だったりしました。で、まあ、先週まで強かったゲームソフトたちね、ずっと1位2位3位4位5位6位とかね、その辺をずらっとねランキングを占めていたゲームたちは一体どうなっていったのかっていうところが気になるところかなと思います。ではもうね、見てみましょうか。今週ランキングはこうなってます。どうぞー。はい、来ました。ではですね、1位から読み上げていきましょう。1位、初登場、プレイステーション4、セキロ、シャドウズ・ダイ・トゥワイス、売上本数157,548本。2位、初登場、スーパーロボット大戦 T、プレイステーション4版、売上本数88,093本。3位、初登場、ニンテンドースイッチ、スーパーロボット大戦 T、売上本数44,051本。4位、初登場、ニンテンドースイッチ、チョコボの不思議なダンジョン、エブリバディ、売上本数28,509本。5位、初登場、プレイステーション4、ルルアのアトリエ、アーランドの錬金術師4、売上本数27,734本。6位、初登場、プレイステーション4、チョコボの不思議なダンジョン、エブリバディ、売上本数21,041本。7位、ニンテンドースイッチ、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、21,008本。8位、ニンテンドースイッチ、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックス、売上本数17,827本。9位、プレイステーション4、デビルメイクライ5、売上本数15,353本、売上累計16,4,703本。10位、プレイステーション4、ディビジョン2、
売上本数15,186本、売上累計79,003本となっております。さあ、じゃあですね、ハードの売上台数も見てみましょうか。任天堂スイッチが 56,099 台、プレイステーション4が 27,061 台、プレイステーション4プロが、7834台という形になっております。まあ、ハードの売上に関してはね、スイッチがちょっとずつなんか落ち着いてきましたね。なんか大体4万台ぐらいっていうところが多かったんだけれども、最近なんか6万台近くずっと売れてたけどね、ちょっとずつ落ちてきた。まあ手は言ってもまだ5万本中盤以上売れてるっていうところね。でプレイステーション4がいつも1万台ぐらいだったところが、最近こう2万台から2万5000台ぐらい売れている。こう3週ぐらい続けて売れてますので。そして、ゲームのランキング見て、これ久しぶりに1位から6位までずらっと新しく変わったね。で売上ね、ガラッと変わってるけれども、今までのゲーム、今まで1位2位3位とかだったゲームたちって別に売上本数下がってないから。スマブラもまだ2万本とか売れてるし、マリオブラザーズ U とかも17,000本ね、デビルメイクライ5も15,000本とかっていう風に非常に売れている。まあそれ以上に新しく売れたゲームがドンと売れているということで、セキロが157,000本。いやこれね、いや売れたね。フロムソフトウェアの過去のゲームソフトを見ていくとですね、ダークソウル3っていうところが21万本ぐらいっていうところで売れてると。で、ブラッドボーンっていうのが初登場の時は15万2000本ぐらいなので、新規 IP でいうと、まあ、ブラボとそんなに変わらないかなっていうところかと思いますね。まあ、ブラボの時も、もうダウンロード販売はある程度栄えていったと思うので、まあ、パッケージ販売が極力少なくなってるとかっていうわけではないと思うので、ね、まあダークソウルよりは少ないかもしれない。ダークソウルは仕方ないじゃん。だってもう今まで積み上げてきた確固たる実績がやっぱりあるソフトだから。これ新規 IP でこれってことは、まあなんだろう、フロムソフトウェアっていうブランドとしてのファンっていうところの数っていうのがなんとなく見えてくる数字ですよね。少なくとも日本国内にフロムソフトウェアのゲームをもうすぐ買いたいっていう人たちがこれぐらいはいるっていうことだよね。そのうちの一人が私、そして皆さんであるというところだと思います。いやー、非常に面白い、いいゲームですね。でですよ、これね、僕も自分が欲しいゲームばっか見てた。スパロボよ、スパロボが、まあ、強い強い。プレステ4で88,000、スイッチで44,000で、これさ13万本ぐらい売れちゃってるんだよね。やっぱりこれもなんか昔からの実績でどんどんこう積み上げてきているものであると。スパロボって最近の売り上げってどうなのちょっとごめんなさい、そこ調べてなかったや。なんかスパロボの前作これぐらいでしたみたいなのがあったらここに書いて、なかったら書かなかった。書いてないどうで、4位に、チョコボの不思議なダンジョンが入ってると。不思議なダンジョンシリーズって、まあまあやっぱり人気ありますね。で、チョコボの不思議なダンジョンは、スイッチ版の方が売れてると。ただ、本数にするとそんなに大きな違いはないかなっていうところですね。かと思えば、5位にあるルルアのアトリエなんかは、プレステ4版の方が売れてると。で、スイッチ版もアトリエ出てるんですけど、スイッチ版のね、ルルアのアトリエはね、13位で1万2000本なんで、PS4 版と比べると大きな差が出ている。ね、ソフトによって差が出るものと差が出ないもの、結構顕著にあるなっていう気がします。まあ、スパロボもでもそういう意味ではそっか。ね、3位のスイッチ版も相当売れてるからなんかスルーしがちだったけれども、まあ、この辺もね、ソフトによっては、様々なね、売り上げのバランス、個性が出てくるなぁなんていうところかなと思います。でね、一応、デッドオアライブエクストリーム3スカーレットとか出てるわけなんですけど、これが11位で12,958本という形になっておりました。ね。ドスケベシリーズ網をさせてる人たちが12,000人以上いるっていうことなわけですからね。もうとんでもない、こんなちっちゃい、こんなやらしい水着着せて、もう、ビーチフラッグとかシリーズ網とかさせちゃって、もうバカ野郎って、俺バカや。というわけでね、こんな感じのランキングとなっておりました。いやー、で来週以降やっぱり気になるのは、難しいで、話題のこのセキロが果たして、来週どのくらいの売り上げになってくるのかというところと、言ってもね、これ今日ランキングにあるゲームの大半は来週はほとんど圏外になってくるじゃないかなと思っております。残りそうってはスパロボとかかな、スパロボぐらいなのかなっていう気がします。またスマブラ、マリオブラザーズ U とか、
なんかこう自力のあるゲームたちが来週はランキングにまたゴンと戻ってくるような気がします。果たしてどのゲームが戻ってくるのか。デビルメイクライ5なんかね、結構その結構じりじりまだ売れてるんですよ。3週目でまだ1万5000本ってかなりすごいと思うんですよね。まあ、来週どうなってくるのかなんていうところが気になる。ああ、先週売れてたジャッジアイズとかはもう消えてましたね。まあそりゃそうか。店頭にある在庫って最後だったわけですからね。まあいろいろあるゲームだったんですけど、頑張ってほしいななんて思っておりますが、セキロの来週の売り上げ果たしてどうなっているのか、皆さんもまたぜひね、その動向を確認しに来てくださいということでした。というわけで今日の動画は以上です。あ、ちなみにもう一度言っておきます。どうでもいいランキングの方ぜひください。じゃあまた来週の動画でお会いしましょう。じゃあちょっと待って、来週まで待っちゃダメだよ。明日だって僕が動画出してるわけだから、明日の動画をぜひ見てください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またね、また明日。